はい、近藤亮平です。日本昔話のダンス、今回はですね、菜園で、ネズミの相撲をやります。はい、ネズミの相撲は僕たちの作った中ではおそらく一番出来のいい傑作です。はい、いろんな要素が入っててすごく面白いです。はい、親子で見ても必ず面白いです。見たことない人も初めての人も初めてじゃない人も、こぞって、日本昔話のダンス見に来てくれると嬉しいです。ついでにですね、下司さんの、何でしたっけ、親指姫だっけ、違う違う、一寸法師、下司さんの一寸法師もかなり面白いらしいです。2本立てです。ぜひ楽しんで見に来てください。近藤亮平でした。こんにちは、昔話探検隊のしもつんです。本日は日本昔話ダンスの宣伝だよ。まず1本目、ネズミの相撲。はっけよーい、残った、太ネズミ、細ネズミ、太ネズミ、細ネズミ、どっちが勝つのーと、一寸法師。どうだ、どうだ、乗ったのか。よし、えい、えいや、一寸法師の2本立てでお送りします。ぜひ、彩の国、埼玉芸術劇場に来てね。